えー、グリーン革命の真実というところで扱っていこうというふうに思いますで、グリーン革命、なぜ始まったのかというところですけれども、えー、我々ですねあの、皆様ご存知のこの方ですね、グレタさん、ここがですね、やはりこの方がこういうような形で、ですね毎週金曜日にです、ね、抗議活動を始めたというところが、やっぱり引きけ役になったというふうに思ってますけれども、谷本さんそう,ですよ、ね、そうですね、まああの、当時15歳だったあのグレタ・トゥンベリさん、えーまあ、スウェーデンの方なんですけれども、 夏休みの間にです、ねえー、国会の前にこうやって座り込み運動を彼女は始めたんですね、であのまあ、最初、20日間ずっと抗議活動で彼女、何を言っているかというとやっぱりその自分たちの未来を返せと、なんで大人たちは気候変動が起きているにもかかわらずそれを具体的な対策の行動をしないんだと。 どうしてくれるんだ私たちの未来をっていうことをあの言ってましてで、あのーまあ、そういう座り込み運動を始めたところ、えー、だんだんとです、ね、彼女に賛同する人たちが増えてきて、まあ、その中で、えーまあ、夏休み終わってからは毎週金曜日学校を休んで、えー、この座り込み運動をするとそうすることでだんだんとそのスウェーデンの、えーまあ、メディアが集まってきたり あるいはそれが世界中に配信されたりそして、そのスウェーデンの国会を動かしていくというようなことの大きな運動になっていくというところで、まあ、彼女のこの,この活動からすべては始まったのかなと。で、もともと気候変動、本当にこう、まあ、国際舞台ではずっと議論されてきましたが気候変動自体、本当に社会問題になってたのでこの行動がですね、このような形で、ですね、もう、FutureS Europe と書かれながらですね、そのところにもう、 抗議運動ですよね、完全にもう火をつけて、もう怒る若者でも世界が怒っているというような形になりました。て、ここの中で,です、ね、ただ一方で2016年から2020年、何が起きていたかというと、トランプ政権だったわけですね、トランプ大統領がいてで、気候変動を信じないという形で、これが逆に社会に対して逆のメッセージを発していった、これがむしろ加速をさせたところもありますすかねねそうです、ねまあ、あのヨーロッパの方が、まあ、それこそグレタさんが進めた運動の あのためにまあ,あの大きな売れにとなって例えば「フライデー・フォー・フューチャー」というようなその数百万人が毎月金曜日にですね集まって、えー、中学生高校生とかが、えー、学校を休んでデモに行こうと、えー、先生とかがわざわざ何しに学校来てんだとお前たちデモに行けとこれ気候変動変えなきゃいけないだろうっていうので先生とかまでそう言ってですね みんなをデモに送って、数百万人もの人たちがですね、まあ、あのデモするようになったんですが、まあ、そんな中で、でもそれをやっぱり止めてたというか、やっぱり世界という大きなうねりにならない、ヨーロッパだけのうねりであって、世界のうねりにならなかったっていうのは、やっぱりトランプさん、トランプさんが言う、やっぱり気候変動を信じないという、やっぱりこのメッセージでアメリカとしてはやっぱり動かないと。 カリフォルニア州とかそういったところ一部動くところはあるんですよただやっぱり国としてっていうのは大統領が決定するというところでやっぱりここが、えー、ずっとボトルネックになってたのかなと まああの私、外交官でしたので、このトランプ大統領のですね間にまあ気候変動を担当してたということで、非常に苦労を示唆したんですけれども、じゃあ、その後どうなったかというと、気候変動、結構、ここの部分もアメリカの中で,で、そもそもまあ気候変動を信じないといったトランプ大統領と、元々もあアバム政権でしたから、アメリカは真っ二つに分かれたという格好になって、選挙がなったときにまあ苦戦するトランプという形で結局負けたという形になりました。で、民主党はですねバーニー・サンダース陣営を捉えて、グリーン、グリーンと。 なってたわけですよねそうですねまあやっぱりあのー、この選挙であのー、トランプ対バイデンというところでのそのバイデンが、まあ、バイデンというかアメリカ民主党ですよね民主党の政策としてもう完全にグリーンにするんだとグリーンニューデールを始めるというところで、まあ、政府として200兆円2030年までに200兆円ぶち込んでそして民間からも300300 300兆円ぶち込んで500兆円500兆ものお金をですね 2030年までに投下して、グリーン化するんだってことを民主党は、えー、この選挙のさなか、公言してたんですね。だからこそ、このトランプ対、えー、このバイデンの戦いっていうのは、気候変動を信じないって形で、えー、このグリーン化を止めてたトランプ対、グリーン化を推進するというこのバイデン、この対決という構図でもあったと、そ,そんな状況だったんですね。 はい、もうまさにです、ね、まあ、あのここあのどっちが勝つのかという表目読みのところは当然、日本政府としてもしなきゃいけなかったというところではありますけれども気候変動をめぐるです、ね、アメリカの中での熱というのもです、ね、今回、ある種証明されてというような格好になっていたのかなという,ふうに思います。で、でもこれですよね、やっぱりこう中国はやっぱりこの昨年ですよね、2020年のところで2060年のカーボンニュートラルを掲げた、でアメリカがもうグリーンになるのを分かっていた中で中国がこれを掲げてきたというのはやっぱり影響大きいですよね。これはももののすすごく大きいいいと思いますっていうのも これまでの中国っていうのは、えー、こんだけ大国になった中国にもかかわらず、CO2 という文脈においては、彼らはすぐに後進国だと言うんですね。普段は自分たちは大国だと言ってるにもかかわらず。で、あの、先進国は今まで散々工業発展の時に CO2 出してきただろう。それによって工業発展できたじゃないかと。でも、その後進国である自分たちに、その、えー、CO2 とかの削減とか、そういうのは、 えー、産業がこう発展するところ、邪魔になる時の後進国をそれを潰しに来てんだろうと、成長させないためにそうやってんだろうっていうことの発言をして、えー、CO2 対策を自分たちに当てはめてくれるなっていうのをずっと言い続けてた、その国が2060年までにカーボンゼロにするという宣言を今回して、ですね完全なる政策転換っていうのをしたと。 これはやっぱりすごいことで、まあ、先ほどのアジアのセッションでもですね、まあ、中国のエネルギー需要というのはこれからもうめちゃくちゃ増えていくという中で、今の石炭火力の比率はまだまだ全然高いにもかかわらず2060年ゼロにしていくっていう、この表明を中国がしたっていうのは、やっぱりこの脱炭素グリーン革命のですね、ど真ん中にまあ中国がいるというのも逆にですね、証明した出来事かなというふうに思います。で、じゃあというところですよね。やっぱりあの、私も今日行ったところに、 中国が2060年に掲げて、じゃあ日本はやらなくていいのかと言ったら当然するという流れになって、菅総理があ2050年の脱炭素宣言、カーボンニュートラル宣言というのをしてきましたこれ、どう受け止めてますかこれ、まあ、やっぱりその、まあ、大きな流れとして、グレタさんが始めたこのフライデー・フォー・フューチャーというヨーロッパの激しい怒り、でヨーロッパは変わっていったと、で次に、えーまあ、アメリカですね、まあ、これ、トランプさんで止まってたわけですけれども。 バイデンさんが勝つ可能性が非常に高くなってそしてアメリカはバイデンが勝つとグリーン化を宣言しているとじゃあ、えー、とでそんな中でこの中国中国まで変わったとで世界三強のエリアがそれぞれ完全にグリーン化の方に進もうとしているそんな中でまあ,あの安倍さんから変わったこの菅さんですけれどもやっぱり自分のそのキャラクターというものを出していきたいっていうところと えー、そうした世界の流れの中でもしアメリカが変わったら必ず、まあ、実際のところ日本はアメリカの属国みたいなもんですからあの <laughs> アメリカが500兆もぶち込んでやると2030年まで今から10年間ぶち込むんだというものに対して日本は必ず追従をしなきゃいけない立場になってということがもうバイデンが勝つということがもう見えた中で日本は必ず追従させられるんだろうなと。 そういったことを鑑みたときにじゃあ自分のキャラクターを出したい菅さんは所信表明演説で自分からアメリカに言われてやるんじゃなくて今先に日本が宣言して日本は自らの意思でこのグリーン化を進めていくという形を言ったんだっていうことを国としても言いたいしそれをこの自分の手柄というかキャラクターとして自分こそがそれを始めた諜本人であるというところのポジションを多分取らにいこうとしてですね 表明演説で2050年に脱炭素するんだとカーボンゼロにするんだということの証明表明をされたのかなというふうに感じてます。 まああの世界ではですね脱炭素の流れもあったわけですけれども、いよいよですねこのグリーン革命の流れも日本にですねこれも結構尖った中身になってましたので、その中身はいつも解説はしてますけれども、これ、いよいよ来たなというところ、日本にもグリーン革命いよいよ来たと、で、まあ,あの私、ですねあの河野大臣、外務省の時にもですね大臣生、何回もですねご説明を申し上げてきましたが、まあすごい再生可能エネルギーについての思いの強い方で,で、すね今は行革担当大臣として、ですね規制改革をおっしゃられてますけれども、再生可能エネルギーのところもメスを入れなきゃいかんというところ。 ところで、まあ、閣僚ですから、閣議入りますので、彼、止める権限もありますから、そういう意味においてはです、ね、脱炭素に進まないところについては、物申していくぞという姿勢を示しているわけです、心強いでですすよねねそう早速、ですね河野さんは、えー、この8月に、えー、農業の,このソーラーシェアリングですね、こちらのところの,その農業の規制のところがやはり進んでないからこそ、ソーラーシェアリングが進んでないと。一方で、今もうフィットはこれから終わるという中で、 どん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 その、えー、フィットも低価格になりそしてやがて終わった時に市場連動するような、えー、コストで発電所を作っていかなきゃいけないでもそのために必要なのは系統側が入れられることとあともう一個はやはり造成費用がかかんない造成費用こそがハイコストの原因になってしまっているのでじゃあこの造成がいらない平たい土地、えー、発電所を安く作れるとこ それっっててもう日本に残いいのは農地ぐらいしかないんですよね。だからこそこの農地の規制改革っていうものをこの8月にするんだとそしてだからこそ再燃をもっと増やせるんだっていうようなことをおっしゃられててですね、あのーまあ、これからだから我々の,その環境っていうのはこのさんのおかげで非常に変わってくるのかなという状況になってきたと。 まあ、河野さん今、規制会あの改革担当大臣ですけど、まあ、この後、ね、まあ、いろんなところ歴任されて、もしかしたら経済産業大臣にな,になんかなった日にはですね大きく変わるのかなというふうふに思いますけど、もう一人プレイヤーいますよね、やっぱりこの方、まあ、これから、ね、あの自民党民になっていくような小泉さん、まあ、小泉さん、ですねコップに行かれて思われたみたいなんですよ、もうこれは脱酸素の流れが来ると、でそれをですね私、あの政府に言いましたなで、な々聞いてるんですけども、もまあ菅さんにもうこれ、脱酸素に踏み切らないと世界から置いてきますよっていうふうふに報告したのは、小泉さんだっていうふうふに聞いてますよ。でだから年 に再生可能エネルギー40にしないといけないいいとけ環境省はですねエネルギー基本計画の有権的な解釈を持っている省庁ではないんですけれども閣僚として脱産を所掌している大臣としてそこを物申しただからそれがですね今年の調整には影響を与えると思うんですけどこれもどうですかねまあやっぱりこの40%っていうのを数値としてやっぱり出すのはすごいインパクトであのー、これ40%ってことは何を意味するかっていうと、えー、ちょうど例えば10年前 あのフィットがまだ始まってない頃って全電源のうちですねえ再エネっていうものは水力ダムの10%約10%ぐらいこの10%しかこの国いなかったものが2012年からフィットが始まりましたそしてフィットバブルでたくさん発電所作られましたこれだけたくさん作られたにもかかわらず10%増えただけですだから今全電源のうちの20%しか今再エネはないんですね で20%しかない、しかも最近、どうですか、皆さん、新しい申請、どんどん減ってきてますよね、新しく建て,てられるのもどんどん減ってきて、このフィットバーブルが今、まさに終わろうとしてる状況の中で、もう多分経産省さんとかも、ですねこれからも新しいのもあんま増えてこないと、入札出しても全然、えー、全部が集まることもなくっていう、この状況なんで、もう再燃は風力ぐらい、あるいは洋上風力とか、そういったものしか増えてこないと。 いう認識がある中で、その中で,です、ねえー、過去、まあ、言ったら2010年からこの9年間で10%しか増えなかったこの国で、残り9年間、2030年までの残り9年間で今まで作った10%に対して20%増やそうということを言われているんですね。今、減っていってるんですよ。減っていってるにかかわらず、今までより倍、残り9年間で倍作ろうと。 それぐらい、この40%っていうのは、そんなことできるのっていう現実味が本当にあるのかっていう問題である,にもあるし、一方で、先ほどのこのグリーン化の流れという意味では、やらなきゃいけないですやらなきゃいけないことだけは確実で、だからどうやってするかってことが問われて、政府にも問われてますあるいはわれわれ、こういった業界こそが問われてて、増やさなきゃいけない、じゃあどうする、でも、増えていかなきゃいけないからこそ、増えるんですよ。 だからこそ実は大きなビジネスチャンスというところが今迫っていると。 はい。あの、まさにですね、この部分私の政府の中に行ってですね、あの、各種ですね、政策文書調整してましたから、あこの時にですね、産業界の方から国が指針を示してくれないと投資できない。政府の方は産業界から言われないと動けないと言ってたんですよ。ただ、ようやくですね、もうニッチもサッチもいかなくなって政府がですね、もう今、谷本からありましたように、もうやらなきゃいかんということを強く示してで、こういう風にですね、言ってるわけですよ。で、再エネ40%、これですね、これを踏まえて経済同友会もレポートを出してました。例えば太陽光にも関してもですね、今のボリュームよりも、 もう2.5倍の量を作らないと、この40%達成できないんだということで、まあ、でも太陽光のところも増やすし、風力も増えていくる。そういう格好になってくるかなというふうに思います。で、アメリカですよね。アメリカでバイデン政権発足しました。バイデン大統領が一番最初に就任したときに、大統領令、いくつか署名しましたけれども、そのうちの一つはパリ協定への復帰の大統領それは初日にしたということは、一丁目一番でそれだけアメリカが重要視しているということで、中国がもう先ほどカーボンニュートラルを宣言して、 アメリカが帰ってきたこれはですね、パリ協定が発足した時の状況は一緒ですよ、米中が同じ方向を向いてる、しかもその時よりもより強くなって向いたというのが、世界のグリーン化を確定したそそううでですすよねそうですねもうこれで完全に世界の流れは決まって、もうそれこそ日本がどうのこうの言えるような立場でもない、もう世界はもうグリーンなんだということが確定した瞬間であると言えると思います。 でも、バイデン政権はですね、他国に対しても、この温室効果ガス高価の排出の削減、この目標の切り上げというのを求めてますから、アメリカがですね、そうやってもう、商売してくれるわけですよ。お前ら出す炭素をしろ、出す炭素をしろと。だからそこのビジネスチャンスが、アメリカの方に勝手に増えていくという格好になるかなというふうに思います。で、グリーン革命が始まったってことですよね。そうですね。このグリーン革命っていうのは、何なのかっていうと、それこそ、産業革命以降ですね、ちょうど200年前に産業革命あったわけですが、 まああのー、農業を手でやってた時代から現代文明ですよね熱エネルギーを使って自動化させるっていうところでやはりその熱エネルギー例えばピストン運動をさしてエンジンを動かしたりモーターを動かしたりという形の、えー、この現代文明ですがやっぱりその時にエネルギー電気などを使うその、えー、エネルギーは、えー、熱密度の高いですね石炭や石油天然ガスといったものを、えー、使うことが一番熱効率を取り出すのが 簡単であるでも、えー、こ,これはですね地球が億億年10億年かけて作った資源ででもあるんですねだからこそこの200年間どんどん使っちゃってあと50年持ちますあと100年持ちますっていう有限問題とでそれ以上に今問題になったのがこの CO2 カーボンエネルギーを燃やすと CO2 を出してしまうで今までは気候変動起きるかもしれないだったのが今もう確実に気候,気候変動起きてますよねっていうことが世界中でいろんな えー、問題が出てで、それでこの各国がもうこの CO2 対策しなきゃいけない、炭素使っててはいけないっていうことを決意した、だ,だからこそこの今までのこのカーボン使ってたこの200年からグリーン化っていう新しい、えー、流れにこの転換しようということをある意味、人類が決意したってことなんですよね。じゃあそのこのののここ決意したものでこの えー、ビフォーアフターが始まるわけですけどもそれがどんなインパクトになっていくのかっていうのがあのこれからのグリーン革命っていうところですかね。 でもこれはあの突然始まったんじゃなくて、やっぱりですねちゃんと流れがあってな、なるべくしてなってきた革命だと思うんですよね。日本の中では突然、菅さんが脱炭素と言い始めたように見えてますけれども、そんなことなくて、世界の大きなうねというのは、もう前々から生じていて、それがですねいよいよ本当にリアルなものとして皆さん実感できるようなニュースが溢れてきたという格好になるかなと思います。だからそれが起きてて、実際の現象として何が起きてるか、それをですね皆さんにこれからお見せしていこうかなという,ふうに思います。でですね お金がですね、まずですねさまじい金額落ちるよという話なんですよ。もうですね、この脱炭素の分野、まあ、そもそも脱炭素というのはエネルギーだけの話じゃないですから、いろんなセクターにまたがってですね、それについては後ほどご説明しますけれども、あの別のセッションでですね、経済インパクトのセッションでご説明しますが、もうあらゆるセクター脱炭素にしていかなければならないという中で、今後どれぐらいのお金が落ちるかといったらもう3000兆円ですよ。日本の国家予算がですね100兆円いかない中の,この3000兆円という額が、この脱炭素にはお金が落ちてくるって これすすすごいででよねねそうですね、まあ、先ほどアメリカの政府が200兆円そしてアメリカはその、えーまあ、あのビジネス界からも300兆円出してくれっていうのでアメリカ一国だけで、まあ、2030年までに500兆と言ってますが EU も120兆円いきますという形で宣言して,て、まあて、あのー、各国がそれぞれにもうこのグリーン化にこれだけお金使っていくんだっていうことの宣言をしているんですね。 でまあ、だからこそ、まあ、あのこれ、あの週刊ダイヤモンドさんがあの脱炭素の3000兆円ビジネスが始まったということの、えー、記事を、えー、この間出されてたわけですが、あのーまあ、こういったものすごい金額が動いていく、実際、何が動くかっていうと、例えばやっぱりその発電所を作っていくだけじゃなくて、それの電力インフラも。 この送電網とかもやっぱり強化しないとグリーンならではのところの強化っていうのが必ず必要だしあるいはあの EV がどんどん増えてきてそれの,あの、まあ、充電スタンドだったりあるいはその充電スタンドだけじゃなくて充電スタンドを、えー、稼働させるためには電力の今までの使い方が全然変わってくるんですよね。 それによって変電所とかも強化したりとかいろんなさまざまなこのインフラ網を変えていかない限りグリーン化の、えー、その過ごし方っていうことはできないだからこそそういったその発生所を作るだけじゃなくていろんなものを変えていくそのいろんなものの、えー、ものっていうのは結局これはビジネスとして生まれてくるというところでビジネスチャンスでもあってそういった大きなそのまあ お金のの流れっていうのがこれから生まれてくることが確定し、たとというところですねで、まあ、各国ですね、今あの、谷本からありましたけれども、各国、いろんなお金を積んで、ですねもう各国、脱炭素の投資のも積極化なわけですよ。もう、EU、先ほどありましたように、10年間で官民で120兆円ですし、あのアメリカも,です、ね、もう200兆円というふうに言ってますで、イギリスに関しては、今回の動きというのは、もう、 グリーンインダストラルレボリューション、もグリーン産業革命なんだと。だから我々はです、ね、おそらくです、ね、後世になれば教科書に載ってくるような時代の中に今いて、それをです、ね、各国が今、幕開けをしながらです、ね、こういう形でお金を積んでいるという格好になってきていますし、じゃあです、ね、これがどうなったかというと、脱炭素という流れがようやく日本に来て、それで菅さんがこの前、ようやく2050年カーボンニュートラルと、まあ、私ですね、政府の中にいたので、散々訴えてきて動かなかったものがようやく動いた、それはなんでかといったら、脱炭素という黒船が来た、これが日本に革命をもたらそういうことですよね。 そうですね、でまあ、あの黒船って皆さん、まあ、ペルーがあの来たわけですけれどもあの、あの徳川政権、300年以上続くあの徳川様が、この黒船来たときにです、ね、大騒ぎになったで、そこからたった13年、14年で、ちょんまげの人たちがスーツの世界に変わったんですよ。たった10年ちょいですよ。 この黒船というのは日本にとって大きなインパクトだったわけですが、あのー、それぐらいのこれから大きな革命グリーン革命という大きな変化が生まれようとしているというところで、あのーまあ、あのこの後お話ししますが、えー、なぜそんなあの大きな変化になっていくのかというところの,その黒船のビフォーアフター これぐらい大きなことがこれから世界で始まっていくんですよということですね。はい、で、じゃあ,まあ具体的にどういうことかってセクター別の話にもなってきますけれども、例えばですね身近なところで皆さん使われている車に関しては、あ政府の方は2035年までにです、ね、新車のもう電動化というのを決めましたし、東京都というのはです、ねまあ、政治パフ,フォーマンスも入ったとは思いますが、2030年って掲げてきているわけですよね、これも結構衝撃的ですよね。そうですね、まあ、あのやっぱりこの車産業が えー、買ってるこの国で,で今、その輸出でですね B2B 向けとかの,あの部品とかではまだ日本は強いですが B2C がですね、えーまあ、家電業界がもうほとんど全滅に近い形になってきたり次々とその日本が C 向けに対しての世界での勝負というのがどんどん弱まって韓国、中国に取られていってという状態の中で唯一、勝っているのが車産業だと。 車だけはまだ世界にどんどん売り続けているという状態の中で、その日本にとって本家本丸のこの車、この車はまあガソリン乗車が販売禁止になっていくということをその表明した、まああのこのえっと表明があった、もうすぐ,すぐにあのトヨタの社長が菅さんに、どうなってんだと、本当に買えるのかと。 変えるってなったら、その充電スタンドから何からいろんなもの変えていかなきゃいけないのに、そんなもの、まだ整ってもないのに、どうするんだっていうことの、まああのーまあ、そ,そういった形であったようですが、まああのー、これをとうとう日本はグリーン化するというところで、ここまで踏み込むということが、行われましたねはいで、まあ、これ別に日本だけの流れじゃなくて、むしろ日本はですね各国の流れに押されていった、さっきのもう黒船って形ですよ。 もうあのフランスに関しては2040年ガソリン車禁止、販売禁止、これも2017の時に掲げてました。イギリスに関しても2040の目標というのは実は2017、同時期に掲げていて、これをです、ね、2020年の1月には5年間前倒し、それさらにそこから9か月後の2020年10月にですね、さらに5年間前倒しをして、2030という形にしてるんですね。で当然、アメリカも掲げてますし、何よりも中国だって2030で言ってるわけです。これが先にあってから、日本という流れの、先ほどの流れになってくるわけです。もう黒船が完全に来てるという流れになってるわけですよ。で で、じゃあですね。これがどういうような状況かというとも数字で出てるわけですよね。これ、左側のグラフを見ていただくとですね。まあ、ニュースで聞かれた方もいらっしゃると思います。アメリカのですね。ev をやっているテスラという会社、皆さんご存知だと思いますが、テスラの時価総額というのは？ 我らのトヨタ、こちらを抜いてます、もう販売台数なんて全然トヨタなわけですよ。全然トヨタだけれども、でも時価総額においてはテスラがこれだけ上回ってしまう、一社が。それがどれぐらい大きいかといえば、ここの右のグラフで見ていただければ、日本のです、ね、自動車メーカー7社の全部合わせてもテスラに勝てないわけですよ。これがです、ね、脱炭素だっていうものだと思いますけど、そうですよね。そうですね、これは多分あのあの車が、まあ、ガソリン車から EV a っていう文脈だけじゃなくて、テスラっていうものがですね、 このグリーン革命の象徴に今なってるのかなというふうに感じてるんですがあのテスラは何も EV だけを作ってるわけじゃなくて彼らはその EV におけるコアであるバッテリーも自分らで作ってるんですよね。でこのバッテリーが EV だけじゃなくて今も実際にあのうちの会社とかも使ってますがそのこの電力の方に来てこの不安定電源を安定化させるというところにおける今度バッテリーというところで今まで電気ってものは貯められなかったものが。 貯めれるこのためれることによってどんなことができるんでしたっけということがさまざまに実はできてですね、えー、ここのところの文脈とかでこのグリーン革命におけるその自動車だけじゃないこの電力から何からを全部変えていこうとしているこのテスラというところの中でじゃあこのグリーン革命でどんだけテスラ行くんだというところを期待されてのこういう株価になっているのかなと。 これ、テスラだけじゃなくてですね、これ、あの別のセッションでも説明してきましたが、もう脱炭素文明と捉えたところの株価というのはですね、例えばアメリカのネクストラもそうですし、欧州のオーステッドとかも同じようなカーブを描いてですね、来てます。で、ただですね、日本、今、黒船っていう形しましたけども、気づいてなかったってことですよね。そうですね、やっぱりこの世界でこの、こんだけ大きな流れができたり、あるいは、フライド・フォー・フューチャーのような形で、何百万人もの人たちが、えー、抗議をして、 えこの講義で,です、ね、例えばあの、イギリスなどでしたあの,、まあ、あの石油メジャーの方とかの本社前にこの学生の子たちが中学生、高校生の子どもたちが集まるんですよ。で私たちの未来を返せっていうのをずっとその、えー、その本社前でデモされている中でその,その会社の人たちが毎朝こう出社すると。 自分たちがやってることっていうのはなんて悪いことなんだと、石油とかの,このカーボンを生み出すっていうことがこんなに子どもたちの未来を奪ってんだなっていうことをひしひしと感じながら会社に入っていく、でえー、そんな中でですねそのメジャーのナンバー2の方、これ実はオペックの議長でもあるんですが、この議長がオペックの会であの言うんですよね。自分たちの産業は 社会外悪なんだともう自分たちは続けていくことはできない変わらなきゃいけないんだとっていうことをそういう石油を取ってるその会の中でそういう発言が行われてもう変わらなきゃいけないっていうのを彼らこそが一番感じてるとでそんだけの,その運動があるからこそそういう感じてたわけですが一方でこの日本っていうのはなかなかやっぱりそういう声が上がってこない。 だからこそこの温度感があって、こういうグリーン革命とか、ここグリーンが実は大きなビジネスになるとかっていう、こういった肌感覚っていうのが、なかなか持てる状況になかったのかなという、このギャップがものすごくあったのかなと感じてます。だからこそ、まあ、日本にはですねあの、この課題ですね、今、高い壁かと言いましたけど、課題があるということで、課題とは何かというところを、ね、見ていきたいなというふうに思うんですけども、日本のですね、じゃあこれがダスタンスやっていかなければならない、カーボンニュートラルだと言って、この現状ですね、 皆さんご存知かもしれませんが、じゃあエネルギー構成の中の火力の割合、どうかといったら、この80%という数字ですよね。そうですね、実はもう、まあ、311があってです、ね、原発が止まったというところで、えー、その分、もう火力を増やしていくしかないというので、あのどんどん火力を増やし、京都議定書で CO2 減らしていくということを宣言したこの国ですが、実は CO2 排出量というのは、 そのためにぐんぐん増えているというような現状で、まあ、ほとんどが火力で成り立っている国になってしまっていると。ただ、まあ、このカーボンニュートラルのげたっということはです、ね、この80%を含めてゼロにしていかなきゃいけないわけです、CO2 を。で、これがです、ね、40%のです、ね、日本の CO2 排出を出して、これを減らしていかなきゃいけない、これをどうするかということですよね。そううでですすねここののの火力でこの火力力がを吐き出しますという中で 日本の CO2 出しているすべての量の中の40%が実はこの火力発電由来であるとっていうことで、まあ、あのこれをそもそも意識できてるかどうかっていうところで、えー、ほとんどの人がこの実はこの火力が40%もの CO2 を吐き出してるんですよってことをほとんどの方が日本,人の日,本人と日本人の中で知ってる方っていうのは少ないんじゃないかなと。 でもまあ政府が掲げましたからこれ減らしていかなきゃいけないこれ減らしていくってことに関しては要は転換をしなければならない転換をしなければならないってことは新しい産業が生まれてそこに経済性が出てきて雇用が生まれてくるって格好になってくるかなと思いますが重要なのはやっぱりここですよみんな気づいてない日本人の意識が低いっていうところですよねまあやっぱりこの日本人の意識の低さっていうところでまああのー、ヨーロッパとの温度感っていうのはあるんですがやっぱりまず我々が知らなきゃいけないのは 火力が80%であったり、あるいはそれがゆえに 40%CO2 が火力でなっていると。っいうことはですよ、われわれこうやって電気使ってますけども、この CO2、よ CO くないよねってみんな思うと思うんですよ。でも、普段こうやって電気使ってるだけで CO2 吐き出している、実はわれわれこそがこの CO2 を出している直接の原因なんだと。 自分こそが実はその CO2 を吐き出してる人なんだというところの自覚がまず必要なんだなと。だからこそこれを変えていかなきゃいけないってことは自分が使ってる電気何由来の電気なのかってことを意識してそして CO2 を吐き出さない世界になっていくという中でまず自分が一人一人があるいは会社のそれぞれの会社自身が CO2 出していかないぞという意識を持つ必要があるのかなと。 正体を知って、気候変動のことにもついて,て、CO2 についても知るということが必要なのかというところですけれども、じゃあ、課題は何かといったら、インフラがないということですよね。これを増やしていかないと、CO2 は減っていかないってことですよね。そうですね、まあ、あの先ほどその、今、えー、フィットが今、どんどん終わって、そして新規申請、あるいは新しくできてくる発電所っていうのがどんどん減ってる中で、減ってる中で、小泉さんが40%にし,したいと。 二十パー、どうやって増やしていくんだ、あるいは、それを増やすためには。今、現実には送電線、つなぎたくても、つなげじゃんじゃないかと。まあ、この一月十三日に、あのノーファーム型っていう形で。その、まあ、あの送電網の、えー、今まで送電網がいっぱいですよ、というところの。解釈が、変わって、えー、ここが空いてくるとか、っていうところで。ようやく、その日本の政府もですね。 えー、これからさらに入れていくための施策っていうのが、ようやくちょっとずつ始まってますけれども、やっぱりそういったものをしっかりやっていった上で、でも最終的にはやっぱり送電線、もっと増強しないとだめだっていうところで、あの発電所だけじゃなくて、こういう送電網だったり、あるいは EV 進めるためには、その充電スタンドだったりとか、こういうインフラをどんどん増やしていかないと、えー、この国がグリーン化していくことはできないなと。 まあ不足してるってことは、これを穴埋めしなきゃいけないことは地名ですから、そこにチャンスがあるっていうわけですけれども、ただその時に、そのチャンスを生かすときにやっぱりコストの問題ですよね、コストが高いってことですよね、そうですね、まあ、やっぱりそのこの日本、じゃあ、世界的なその発電所の建設こそコストと比べてですね、やっぱり高いんですよ、だいぶ下がったとはいえ高いと、まあ、それはいろいろ理由があって、やっぱりその中でも一番高いのが増成コスト。 どうしても山だらけのこの国っていうところで山をいじるとなると、えー、造成が多大にかかってくるだから実は発電所コストは随分下がってるんですがこの増成コストとかが落ちないというところで、えー、コストが高いっていう点と、まあ、あともう一個この発電所の方でいうとやっぱりその電気だったりとかそういったものが非常に厳しいがた,ために世界と比べてそ,のそこのところへの対策コストっていうものが高かったり。 あるいはその電力会社さんがどうしても品質非常に日本は厳しいのでえまあ事実上世界から例えばあの変電設備っていうのはえやっぱり日本ならではの使用要求がたくさんありすぎて海外ではやっぱりそれがこのあの乗り越えることができなくてだから安い製品を買うことができないだから例えばパネルとか PCS とか 課題とか、そういったものは海外から安いもの、いいものを買うことができるんですが、変電設備のところだけなかなか買えないっていうのは、この AC 側にこの直結する、こういったところの技術使用所が事実上、参入障壁になっててですねで、だから安くならないっていう問題があったりとか、やっぱりいろんなものの問題の中でコストが高いなと、こういったものを変えていかないとなかなかこれ、ヒットがこれからなくなった上で、発電所を増やしていかなきゃ。 いいけないわけなわですからやっぱりちゃんとしたコストをもっと下げてですね、えー、だからこそその採算があって増やしていけるんだという形に変えていかなきゃいけないとコストを下げて採算性を取るという話でじゃあ2030年高い目標を掲げましたこれは可能なのかと今まではフィットというものに あ,のまあ、ありながら10%しか増えなかったでもさらに増やしていかなきゃいけないんで、ここですよね、先ほど申し上げられた、ねはい、ここですよね、ここを増やしていかなきゃいけない、これは可能なのかというところで、でもこの論点ですよね、インフラ不足してるという中で、送電網あ不足してますよというところですよね。そうで,すねで、送電網問題っていうのは、実は本当は日本だけで起きてるわけじゃないんですよ。これはあのグリーン化するときに、必ず各国で起きる問題なんですが、あのなぜかというとです、ね、例えば太陽光も風力も、 広大な土地が必要であると広大な土地ってことはやっぱり土地代が安くなかったらできないなって時にじゃあ土地代が安いってことは何を意味するか土地代が安いってことは人があまり住んでないあるいは産業がないそうであればあるほど、えー、土地は安くなると利用価値がない,ないからじゃあそんな人も産業もないようなと安い土地 じゃあそこんとここそ安いからこそこれ集まってくるそんな中で例えば日射条件がいいとか風景がいいっていうそういったところにえこ再エネが作ろうという形でみんなが集まるわけですけれども一方で人があんまり住んでない産業がないってことはですね電気の需要があまりないってことななんですよ電気の需要がないからじゃあどうなるかこの写真のようにです、ね、線が細いんですね。 電気がそもそもあまり必要がないから電線は必ず細いでその細いところにみんなが殺到してつなげたいだから例えば日本だと2012年、えー、一番最初にあのフィットが始まった時に北海道に集中したんですもうフィットの申請の30%が北海道でどんと一気に申し込みあってもっと言うと道東って言われる釧路周辺あそこは日射条件がよくて雪はほとんど降らなくて じゃあ土地も安い、じゃあそんなところに殺到したがために、最初の2012年4月から始まって、最初の3か月でパンクしたんですね、もうこれ以上入れれませんと、あるいはベトナム、ベトナムもベトナムの中部がえ土地代が安い、そして日射条件ものすごくいい、じゃあベトナムでフィット始まったときに、ベトナム中の申請の50%がそこのエリアに集中して、で、胃の一番にパンクする。 だから最適値であればあるほどですね、実は必ずパンクする問題が出ると。でも、えー、一方で例えばドイツですね。ドイツって、えーまあ、一番環境意識が高くてこのグリーン化を最も進めようとしている国でそんな国ですが北部が風評最適値、そして南部がミュンヘンなどの需要、えー、地ですとじゃあ、えー、今まで北部というのは人も産業もない。 いう中で電線が細いんでですねでも風評最適地だとグリーンに変えていくんだとじゃあそこでしっかりグリーン作っていくっていうのがやっぱりコスト大事なのであのそういう最適地で作るからこそ安く作れるとじゃあそういう安く作れるところで作ってそれを持っていくって時に送電線が必要だよねとじゃあ国民の税金かかってでもここの送電線持っていこうというので。 4本太い感染を持っていこうというところの議論が行われたときにやっぱり環境意識高いドイツでさえ税金使ってまでそれをするのかどうかっていう大議論に発展するんですでその大議論の中から選挙を通じてもうドイツはやっていくんだとやっぱりグリーンで環境のために変えていかなきゃいけない税金がかかろうがそれはやっていかなきゃいけないっていう意思決定をしてそして今この4つの感染を まああのー、進めてていってるとだからまあ実はこの、えー、送電線っていうのは国民の意識っていうのがすごく大事で,であの何が何でもグリーンに変えるんだってなったら日本だったら例えば北海道のように風況とか日射条件がいい土地も広くて余ってるそんな最適地で作るからこそ安いこの山だらけのこの国で平地がたくさん余ってるとこなんて限られてるわけですよ。 じゃあそういったところでしっかり安く作ってそれを東京大阪とかの大事用地に持っていくそのためにはそこのところの感染をしっかり不足するということをしない限りこの国でグリーン化っていうのはやっぱり不可能なんですねまあそういったことをこれからしていかなきゃいけないんだなと。 というですね、やっぱりインフラのところをちゃんと整えないとグリーンにしようと思ってもできないという課題があるわけです。で、課題3つ目ですよね。やっぱり再生可能エネルギー、グリーンにするんだったらこれを増やしていかないといけないわけですけども、太陽光だったら太陽ですし、風,風力だったら当然風光これになってきますから、不安定ですよねそうです、ね。はい、まああの。ちょうど次のパネル、あ、これのもう一個次のやつで、ね、はい。あの、まあ、これ、太陽光と風力ですけれども、えー、太陽光だと、まあ、この晴れ。 曇り、雨といったところで、まあ、まさにそのあのあ天候によって全く発電量が異なってくるあるいは風力もどんどん変化するというこのあの不安定な電源であるってことがやはり従来の、えー、火力の安定した電,電気と全く違うところだなというのが特色ですね。はいいこういう課題があってで やっぱりまあ需要が電気についてあるわけですよね、電気の需要のカーブもあって、でも供給が今みたいな形になってきたときに、やっぱりこの予測をしていかなければいけないという論点が出てくるってことですよね。そうですあの、まあ、従来とこれからの,そのグリーン化と、この電力網において、何が違うのかって言いますと、今まではですね、従来、火力などの安定電源を使ってたこの世界では、この需要と供給の中で、ですねあのそもそも需要と供給。 えー、需要に対して供給は必ずそれ以上、えー、発電させておかないといけないともし需要以下にしか供給ができなくなったらどうなるか3年前に北海道ブラックアウトしましたよね大規模停電が起きました今アメリカでもテキサスとかがなったりしてますああいったその大規模停電がやっぱり起こしてはならないという中で、えー、今までの,その,電気あの,この電力のやり方っていうのは えー、需要っていうのはあのー、例えば明日明日ものすごくさ寒くなりますってなった場合にみんなが暖房するからだから電気需要がどんと増えるとか、えー、夏も夏の、えー、すごく暑くなってみんなが一斉にクーラーをつけるというところで電気需要がボーンと上がるといったように基本的にはこの気温この気温が一番あの影響を及ぼすところでだから実は明日の天気予報を、えー、知ることで。 明日の需要っていうのがだいぶ予測がつくというところの、ただどちらにしろ予測がいるというところで、えー、需要に対しては、その明日の需要をえ予測する。そしてその予測したものを今までは、え、この火力とかでえ供給する。その時にその供給は、え、明日、 これぐらいの電気が必要だよねっていうこの需要に対して、まあ、それ以上の分を例えばこの火力からこれだけ出してくださいこちらの火力はもうこれだけ出してくださいっていうのでし指示を出すことによって必要な量をそれぞれ出してもらって積み上げていってこの需要需要予測の分を10%なり30%なり多めに作ってこの必ず需要以上にするとこういう運用が70年間出されてきてるんですね。で、えー、と 今までのじゃこの運用の中でリスクというのは何かというと、えー、発電所が故障して、この予定分が出せないという、これだけがリスクであって、そのためにバックアップ電源と呼ばれるその発電所を別途あって、緊急時にすぐにそれを稼働して補います、こういう体制をやってましたと。じゃあ、それがこれがグリーン化になります。グリーン化になると何が変わるか、需要は今までと一緒です。明日の予測をして、明日のその供給量を予測していきます。 それに対して、このグリーン化、供給が、ですね、ここが非常に難しい。というのも、先ほどの太陽だとか風だとか、予測ができない、これ、予測ができないというのは、例えば、明日の11時半から12時のこの30分間、今、ちょうどその電力自由化になって、JPEX という電力取引市場があって、30分ごとに、ですね、1コマ30分として、ここのところ、需要と供給をバランス合わせなさい。 という形に今、制度的になっているわけですけれども、この30分間ずつを需要と供給合わせないといけない、じゃあ、えっと、こ,のこの30分における予,測予想されている需要に対して供給しなきゃいけない中で、じゃあ、明日の11時半から12時、この風力の発電所から、こんだけ出してください、出しなさいっていう指示を送ったところで、それを決めるのはお天道様ですよね。人間には決めれないわけですよ。 こっちが欲しい電気をこんだけ出してくださいっていうことが不可能なの。それがグリーンエネルギーだと。だから非常に厄介なんです。だからまあこれあの予測がとても難しいって書いてますけども、現実的には不可能なんですよね。今今今現在で言うと。ただ不可能だからじゃあグリーン化なんかできないじゃないかっていう問題に対して、でも世界はグリーン化を決めたんです。やらなきゃいけないです。だから。 難しいだとか不可能だとか言ってんじゃなくてどうやったらできるかってことが今問われてだからこそ今さまざまなそのグリーンテクノロジーってものが生まれてこようとしてるあるいはそのテスラが始めたブ v そこからバッテリーが今多分後のように言われるのはバッテリー革命ってきっと言われるぐらいの大きなコストダウンが今まさに実は行われてて車のおかげで品質は上がる価格はガンガン落ちると。 いうこととが今起きてると、まあ、そういったものを活用してここのところ、えー、この問題を解決していくと同時に一,一方でこの従来の電力会社からするとこの安定化された電気これがもしグリーン入ってくると停電しちゃいますよと大規模停電しちゃいますよっていうことの、えー、その抵抗があって。 それに対して、じゃあいろんなテクノロジーでこれを解決していく、だから実は旧陣営対新陣営、カーボン使ってた旧電力会社陣営対このグリーンエネルギー陣営の戦いっていうのが、実はこれから巻き起こってくることになると。 まあそれがやっぱりだ黒船が来て、明治維新が起きたのと同じような構図で、だからグリーン革命、世界で起きました、日本に起きてもグリーン革命は起きますっていう流れを最初に説明した通りで、もうグリーン化の流れに来ている中で、こういう難しさもあり、今みたいな構図もあり、インフラ不足もあり、でもビジネスチャンスもあるというような形ですよね。そうですね。はい、あの例えば、うちで言うとです、ね、この不安定に対してどうやって安定化させるかということをひたすらに研究してトライしてるんですけれども、えー、大きくあの3つやり方はあると思ってます。混ぜる。 貯める、予測するっていう、この三つなんですが、例えば混ぜるっていうところですね。えー、発電所一個だけだと、先ほどのように非常に不安定で予測困難です。ただ、これが千個集まったら、一万個、十万個、たくさんの発電所、このグリーンエネルギーの発電所が集まれば集まるほど、平準化されていくんですよね。じゃあ、平準化されたものだったら、まだ予測は少しはできてくるなっていうものであったり。 まあこれ俗に VPP と呼ばれますけれども、いかにまず混ぜるか、大量のボリュームを混ぜるかということが一つ、そしてそれを平準化されたものを次に貯める、これがバッテリーだったり、揚水発電所だったり、でも今まさにリチウムが安くなっていく、EV のおかげで安くなっていく、どれぐらい今変わろうとしてるかというと、例えば中国ですね、今、名もなきバッテリーメーカーが次々と生まれてます。 え先日、ですね中国の上位10社のこれからの生産計画っていうのが出てたんですが、2025年、今から4年後です、4年後に、この上位10社の10番目の会社でさえ、実はえっと2年前ぐらいの世界のバッテリーの全需要、この全需要分をこの第10位のところが作ろうとしている会社1社で、この世界需要分全部を作ると。 いう形を計画してるんですね。当然その上位はもっと作ろうとしてます。だから中国中国だけでですね。ついその数年前までの世界需要分をそれだけ作ろうという。今そ、それが投資が行われてまさに動いていってるたった4年後です。当然コストは落ちていきます。劇的に落ちていきます。まあ、そういったことのため、あのバッテリーが下がると同時にこの不安定電源が。 えー、増えたとしてもそういったこのバッテリーを使った形で安定化させていくというこれがタめるの方ですね。そしてもう一個予測するまあ、あのー、うちで例えば取り組んでることでいうとその日射量っていうものを、えー、予測して、まあ、これを AI 使ってディープラーニングで予測するとまあ気象庁さんと同じ取り組みあったってしゃあないんで気象庁さんとかは、えー、明日とか1週間後の天気を予測されてますが うちは日射量に特化しそして、えー、衛星データからの,あの今の雲の状態そして発電所から下からの今の雲の状態雲って大体8層に高度別で分かれるんですがそれをまあ雲の状態を見た上でで実際の発電所にある日射量計これが教師データとなって今この雲の状態でどれだけの日射が届いてるかってことを えー、あと地球,地球と緯度、経度と太陽の,その今の現在地これ何時何分何秒でこの太陽の位置分かりますから入射角が分かってじゃあ、えー、その中でじゃあこの入射角のこの日射状態の中で雲だけがこの日射を阻害するそ,のそれをじゃあ AI でディープラーニングさせていくことによってその、えー、3分後の日射量あるいは30分後2時間後そういったものを予測していこうと。 いう形の,その気象庁さんとかと異なるアプローチをして予測をやっていくと気象庁の今やっている予測制度よりはるかに高い予測制度っていうのが今出てきて,て,っていてこういったその新しい予測方法とかも使えるようになっこういうその、えー、不安定電源をそもそも予測できるといろいろそれに対して先に対処できるわけだからということができるというような。 そそういったその不安定電源、難しいんですけども、実はそういったことを積み重ねで、いろいろこのちゃんとした安定した電源にしていくことできるよね、これが、こういったことが、まあ、あのこれからいろんなところで起こっていくってことになるんだろうなと。はい、ということで,で、すねまああの一番最初、のグレターさんの写真から始まりましてです、ね、グリーン革命がどういうふうに起きてきたか。 というところをご説明して、まあ、我々日本ですね、真っただ中に今いるわけです。これ、グリーンにどうやってもしていかなきゃいけない、これはも国も言ってますし、我々も全員やっていかなきゃいけない中で、今ですね、谷本がお伝えしたような難しさもあり、インフラの不足もあり、まあ、それをですね、ただチャンスに変えてやっていくということが結構大事なのかなというふうに思います。我々ですね、やはり脱炭素ど真ん中、グリーン革命ど真ん中でおりますので、この手のです、ね、話というのは、我々 NSFTV の方でもです、ね、日々です、ね、情報を発信をしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録をしていただければというふうに思います。えー、熱い議論になりましたけれども、ご清聴いただき ありがとうございました。